神宮寺クリニックの真実。19時の衝撃的な秘密とは神宮寺くんの新たな姿にファン騒然。白衣姿の彼に隠された真実とは神宮寺クリニック、その名前だけで、ふわりと心が躍る。一体何がそんなに特別なのだろうか彼らのストーリーに耳を傾け、その魅力を探ってみよう。19時、 夜の幕が降りる頃、神宮寺クリニックはその扉を開く。そこには一風変わった景色が広がっている。インスタグラムのストーリーがその日々の喧騒を描き出す。神宮寺ゆ太氏が描くイラストはまるで魔法のように可愛らしい。その絵の中にクリニックのドアが描かれている。そしてそこには19時からの診療時間が記されている。 それでも、驚きと興奮は収まらない。なぜなら、彼らが待つのは単なる医療施設ではないからだ。それは、神宮寺クリニックならではの空間であり、その内部には、驚きと癒しの時間が待ち構えている。しかし、その魅力に触れることができるのは、何とも残念ながら限られた人々だけだ。仕事で忙しい方々や、 19時の時間に診療を受けることができない方々にとっては、そのドアが開く瞬間を待つことはできないのかもしれない。しかし、神宮寺クリニックは、彼らの期待に応えるためにある。その診療時間が終わった後も、まだ帰ることのできない人々に対して、夜間診療という選択肢を提供している。その光景は、まるで夜の星空のように輝いている。 そして、神宮寺クリニックに足を踏み入れると、そこには何かが待ち受けている。夕食の支度がまだの家庭にも、彼らの診療時間は待ち構えている。夜の風が静かに吹き抜ける中、彼らの診療室ではポテサラと餃子が待ち構えているかもしれない。神宮寺クリニックは、待ち時間さえも楽しいと感じさせる魔法を持っている。仕事の疲れを癒し、 心身をリフレッシュする場所として、彼らは多くの人々に愛されている。そして、その魅力は決して終わらない。診療時間が終わった後も、その待ち時間は次なる冒険へと導いてくれる。それは、神宮寺画伯の絵に癒される時間かもしれないし、緑人相田を楽しむ時間かもしれない。神宮寺クリニックには、待ち時間さえも楽しいと感じさせる魔法がある。 その魅力に触れるために、私たちは19時の時間を待ち望んでいる。そして、その扉が開かれた瞬間、新たな冒険が始まるのだ。神宮寺クリニック、その名前だけで、頭の中には様々なイメージが浮かび上がりますね。あのクリニックがどんなことをしているのか、どんな雰囲気なのか、ただ言葉を聞くだけで、想像が膨らんでくるのは不思議なものです。 神宮寺クリニックの一日はいつも賑やかで、時には少しユーモラスな出来事があります。そんな日々の中で、患者さんたちは常に先生やスタッフたちとのコミュニケーションを楽しみ、病院の雰囲気に和ませています。ある日のクリニックは19時からの診療時間に決まりました。その日も様々な出来事が起こりました。例えば、ある患者さんが、 またナンバーアンダーラインアイ、あいとべっと言ってきたり、別の方が16時お風呂ですぐ察してくれる、とコメントしました。このようなやりとりは、クリニックがコミュニティの一部であり、みんなが楽しんでいることの証拠です。そして、先生や医療スタッフが白衣やスクラブを着ている姿を想像すると、なんだかぴったり似合いそうだなと思います。白衣やスクラブは、 医療現場でのプロフェッショナリズムや清潔さを象徴するものですが、神宮寺先生の場合、どちらも似合いそうですね。クリニックには、診察や治療だけでなく、神宮寺君のイラストや作品が飾られ、彼のファンにとってはまるで聖域のような場所になるかもしれない。そこで待ち合わせをすることは、彼の作品に触れるだけでなく、彼の存在に近づく貴重な時間でもある。 しかし、19時からの診療時間は、仕事や他の用事とのバランスを取るのが難しい人にとっては、少々厳しいかもしれない。そのため、夜間診療の提供があるかどうかが気になるところだ。それがあれば、より多くの人々が神宮寺君のクリニックを利用できるだろう。また、神宮寺君のファンは、彼が医師としてどのような姿を見せるのか、興味津々である。 彼のイラストに描かれたように、白衣やスクラブ姿の彼の姿を見ることができれば、それはファンにとっての至福の時であることは間違いないだろう。このように、神宮寺クリニックは単なる医療施設ではなく、ファンにとっては彼らの心の拠りどころであり、彼らの期待と夢を叶える場所であると言えるだろう。そして、私たちはいつも心待ちにしている。 神宮寺くんの新たな挑戦や活動がどのように展開されるのか、そしてそれが彼のファンや世界にどのような影響を与えるのかを見守り続けることだろう。彼の未来にはまだまだ無限の可能性が広がっている。また、患者さんの中には神宮寺クリニックに関する情報を聞いただけで興奮し、鼻血が出るほど喜んでいる方もいます。 仕事が19時までなので診察に行けないと嘆く方や夜間診療があるか尋ねる方もいました。さらには19時の診療時間に間に合わないために残念がる声もありました。しかし診療が終わった後には家族との夕食を楽しむ方もいました。その日のメニューはポテトサラダと餃子、そして緑人ソーダでした。食事の時間を楽しみながら 神宮寺クリニックでの診療を待つ方々の姿が目に浮かびます。そして、診療時間にやってきた患者さんたちは、神宮寺先生の絵を見て癒されたり、クリニックの雰囲気に癒されたりしています。診察の待ち時間には疲れた様子の患者さんもいましたが、クリニックの存在が彼らを励ましています。神宮寺クリニックの診療時間に合わせてやってきた患者さんたちは、 先生やスタッフの白衣姿やスクラブ姿を楽しみながら待っています。彼らの間では白衣やスクラブ姿についての話題が絶えません。特に神宮寺先生のスクラブ姿についての想像が膨らんでいる様子がうかがえます。そして診察の待ち時間には質問箱ではなくオンライン診療を希望する声もありました。 患者さんたちの期待と興奮が伝わってきます。さて、そんな中、クリニックのスタッフたちは患者さんたちの期待に応えるために日々努力しています。彼らの笑顔と親切な対応が患者さんたちに安心感と信頼感を与えています。神宮寺クリニックは患者さんたちが訪れるたびに新しい驚きや喜びを与えてくれる場所です。それは ただの医療機関ではなく、コミュニティの一部として成長している証拠です。この物語の中で、あなたはどんな風に神宮寺クリニックを想像しますか彼らの日常の中には、笑いや感動がたくさん詰まっています。あなたも神宮寺クリニックの一員として、その世界に参加してみませんかさて、あなたはどんな想像を膨らませますか 神宮寺クリニックという言葉を聞いたとき、あなたの心の中に浮かび上がる光景や感情は何でしょうかその想像をぜひシェアしてみてください。最後に皆さんに一つ質問があります。あなたが神宮寺クリニックの診療室に立ったとしたら、そこで何を楽しみますかそれは彼らの絵に癒される時間かもしれませんし、緑人ソダを楽しむ時間かもしれません。 どんな選択をするにせよ、あなたが心から楽しむことができる時間を過ごしてください。